桃沢正勝は、長野県上稲郡飯島城本郷出身の、落葉果樹栽培研究家。上稲農業学校、農林省おきつ園芸試験場を経て、果実経営に取り組む。梨の酒好状だな仕立て法を確立するとともに、果樹生産の組織化、計画出荷に尽力。長野県園芸農業協同組合連合会、会長、日本園芸農業協同組合連合会理事。 農林省農林水産技術会議専門委員等を歴任。桃沢忠正正郷像20世紀梨の桃沢式、酒月城棚下手日本の梨栽培では、台風による果実の落下を防ぐため、いずれの産地でも棚下手法を採用している。平坦地の棚下手法としては、主管を棚の真下まで伸ばし、種子を水平にする関東式と、主観の長さをや,や短く取り、 ロート状に種子を配置する関西式が主なものであった。桃沢式坂月状棚下て法は主管を短くし、その上に4本の種子を3年間直立させ、4年目の春に垂直に伸びた種子を倒して均等に配置し、棚付けすることによって、溶水分の流動を容易にし、枝の太さに差の少ない骨組みを作るというものである。桃沢は種子状に配置するア 即死などの形成、配置も無理がなく、機械的に生止する手法も開発し、指導することに成功した。これらにより、歯で合成された養分が均等に配分され、果実の肥大が良好で、場所による品質差もほとんどない高い商品性の果実を生産する成果をもたらした。坂月上形成死は、 日本なしの棚地立ての理想型の一つであるが、主観周辺部の枝が低いためにその付近へ機械が入りにくいこともあり、関東を中心とした平坦地の赤なし地帯では、坂月状型より主観の高い雪中式が現在主体となっている。しかし、種子の慎重にあたり、種子を垂直に立てるという桃沢式の考え方は、雪中式にも取り入れられており、 その技術は今でも各地で活かされている。現代ぶっこ者、時点1988から 1990P636。ありがとうございます。